大丈夫ですね。大丈夫なんですけど、あんまり大丈夫じゃないんですよ。ちょっと画面でも見ながら待っててもらえますか？ いきなりトラブっちゃった。開く。いいのかな。あ、オッケーオッケー。何だったのかな。ちょっとコメントの方がおかしかったので再取得に手間をかけておりました。改めましてこんにちは。二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属陣野です。今日は2月23日天の誕生日ですね。祝日ということで割と時間を持て余しておりましたが、ここでちょっとせっかくだからゲームしてるところを見せていこうかと思って、トゥームレイダーですね、ララクロフトのトゥームレイダー続きをやっていこうかなって思います。よろしくどうぞ。再び一人で他の生存者たちと合流しろ。森から脱出する道を探せ。前回バンデットたちの、バンデットってあれ、ソマリって言うんでしたっけね。ソマリの城、この辺確かそうだと思うんですけど、これズーム、これか、ズームアウト。これかな、違うな。ソマリの城ってって言って、ここを、牛耳っているバンディット盗賊野党たちの本拠地に乗り込んでいったんですね。なぜかっていうと、一緒に遭難した仲間たちが、特に、サムかなっていう人が捕らえられていたので、それを助けに来たわけですね。で、その城は燃えてしまって爆発しちゃって、で一応助けて逃げたんじゃないのかな。バラバラになったんで、多分逃げ出しているだろうという感じで、ララクロフトも一人になっちゃいましたが、これから合流しようっていう話ですね、きっと。ララ、こんなことになってすまない。俺はお前の親父さんに最後に会った時、お前の面倒を見ると約束したんだ。危険な目には合わせないとな。なのに危険の真っ只中に連れてきてしまった。面倒を見るどころか、俺がお前に面倒をかけてる始末だ。そんなことはない。お前は父親そっくりだよ。あいつは俺の知る誰よりも頭が切れて機転が利いて強い男だった。そしてどんなに追い詰められても決して諦めなかった。お前のことは心配だが、この島で生き延びられる人間がいるとしたら、それはララクロフト以外にいないだろう。他の人は死んで当然みたいな。これだけは知っておいてくれ。俺には子供はいないが、お前を実の娘のように大切に思ってきた。お前を誇りに思っている。ドキュメント、ロスのメモ、詫びの言葉。ロス、行ってしまったなんて信じられない。たくさんのことを教えてくれて本当に感謝してる。あなたは私にとって父親同然だった。前回ロスはね、死んでしまったわけですけれども。なんか、いきなりもう火葬までしちゃって骨も残らないぐらいに燃やされてしまったわけですけれども。このロスね、レイエスのメモ、アリーシャへっていうのを前回拾ったんですよ。アリーシャ、こんな手紙は書きたくなかったけど、今を逃すと二度と機会がない。アリーシャって誰？ママはちょっと困ったことになって当分の間帰れなくなりました。あなたがいつこの手紙を読むことになるか、そもそも届くかどうかさえわからないけれど、
ママがあなたのために頑張ったことだけは知っておいてね。ママがいて、娘のアリーシャがいて、でそのママが言うにはロスが父親だって言うんですよね。でアリーシャって一体誰なんだって、みんなそう。これからいろいろ大変。レイエスのメモって書いてあるから、そばにいてあげられないママをどうか許してね。レイエス、レイエスの名前がアリーシャなんですかね。ちょっとこれわかんないな。登場人物、まあ同じ船に乗って調査隊としてやってきた人間が、まあ10人前後ぐらいかないるんですけど、ほとんど自己紹介とかなかったから、顔はわかるけどアリーシャって誰。レイエスって確か黒人の女の人だったと思うんですよね。ちょっと生意気な口を聞いてる人。でレイエスが持ってるんとすれば、そのレイエスがアリーシャっていうことになる気がするんだけど、どうなんでしょうね。まあそのうち明らかになっていくんでしょう。前回これ読んでいた時は、あのララクロフトがアリーシャかなって思って、でロスは父親なのかなって思ったんですけど、どうもさっきの、ロスの詫びのドキュメントを読む感じでは、なんかあるロスのあれを読む感じでは、あ、逃げちゃった。読む感じでは、娘のように思っているって言ってるけど、まあ実の娘ではないってことなんでしょうね、きっと。経験値15。それよりはイノシシ倒したいですね。イノシシだと経験値が80ぐらい入ってて美味しかったんですけど、外した。これ何？これ何？キノコ、マッシュルーム的なキノコハンター。キノコを食べても経験値が入る。10分の1のキノコ、なるほど、そういうチャレンジもあるのね。まあ、何度も言ってるので知ってる人も多いかと思いますけど、私はキノコは全然ダメなので、とても食べる気にはなりませんけど。あ、これあれか、前回あの城から脱出するときにヘリコプターが来ていたので、救助のヘリコプター、それに乗って、それに乗って脱出したんですけども、この不思議な、この島の不思議な力によって、嵐で落ちてしまったっていう状況ですね。こんな感じで落ちていてもララクロフトはあの無傷、ほぼ無傷で助かってるんですよね。で、日本のものだから、まあ自衛隊なのかな。ちょっと自衛隊機っぽくはないですけども。確かこれは時代が80年代だから自衛隊でおかし合ってると思うんですが、あ、またいるわ。いただこうか。ほい。こんなとこでウサギ狩りをしてる場合じゃないんですよ。みんなに合流しないと。これ何？この中国製の短剣は相当古いものね。父さんのコレクションに似たのがあったけど、あれは紀元前854年のものだった。紀元前800。中国の歴史詳しくないんでよくわかんないんですけど、まあ普通にそれぐらいの中国。どれぐらい前？紀元前854年って日本だと縄文時代？その頃の中国って何してたの？秦とかその辺？よくわかんないですね。短剣、あんまり短剣っぽくないな。なんかスコップというか、シャベルというか、ぽくないな。これもあれでしょう。メイドインチャイナとかその辺書いてあるんじゃないの？よくわかんないですね。
州王朝の探検って書いてありますね。州って何？州って何？あったっけそんなの。戦国時代の話かな。なんかあったような気もする。春秋、なんか 7つぐらいの国が争ってる戦国時代ありましたよね、確か。これどっちだ？どっちだ？あ、収益化おめでとうございます。メーテルマさん、どうもありがとうございます。はい、おかげさまで、収益化申請ができるようになりました。できるようになったんですけど、やり方がなんかすっごい複雑で、ちょっと戸惑ってんですよね。なんかマイナンバーとか書けって言われてて。あと、住所、氏名、誕生日、うんたらかんたらとか言って、結構、個人情報要求してくるんで、大丈夫なんかなって思ってちょっと不安になってるんですけど、ありがとうございます。おかげさまで、そうですね、メーテルママさんも登録してくださったおかげでなんとか、まあ50人ですからね、 YouTube に比べればかなりハードルは低いですけれども、そう、ちょっと言いそびれておりましたけども、私入ったわ。木に登って？多分これはララクロフトを探しに来た、もしくはサムを探しに来たやつらですよね。奥の方にも何人かいましたし、これ多分ばらけるでしょうから、奥に2人ぐらいいますね。50人か、引っ越そうかな。そう、それもありですよね。50人ぐらいだったら、そう、ハードルは低いですし、簡単にって言っても、私は何ヶ月もかかりましたけど、まあ、メーテルマオさんとか、ツイッチじゃない、YouTube の方である程度ね、登録者がある方だったら、こっちにお願いしますって言ってくれば、一緒に来てくれるでしょうし、そうなったらね、早いと思います。ただまあね、まあ、だからといってどれほど入るんですかっていうのもありますけどね。どっか行った？あちらでも話しましたけども、ツイッターの方でも話しましたけど、お、行けそうだな、これ。これ人間が赤くなってるとダメなんですよね。と赤くなってると周りの人に倒す時の声が聞かれたりとか見られたりとかするので見つかっちゃうんですけど、赤くない時にやればああやって捨てるスキルが可能。あと4人はいるはず。いった。いいね。ちょっとこの死体を探っておこう。そう、言いそびれてましたけど、私のチャンネル なんと収益化が可能になりました。50人達成しました。ありがたい話です。本当にありがとうございます。地味な配信ばっかりやってるのにわざわざ登録までしてくれて。言ってまあまだまだこっからですから。 1,2,3 こっちに1人、あっちの1人だったらやれそうな気がするな。本当に1人いないでしょうね。この辺よいしょ、おお、登れる。この辺に実はこっそりあ、おるやんけ。ほらね、こういうのは端っこからやっていくのがセオリー。左から聞こえるな。よっ、外す。おう、そうか、矢を撃った時にその着弾音で気を引くっていうことができるんですよね。メタマン久々に来たな。
どうしたの？いきなりメタマンがびっくりした。今日食べたラーメンのせいで喉が渇いて水をいくら飲んでもダメだ。よければ水を20リットル運んでほしい。ちなみにニンニクのせいで とんでもない。そういえば小麦粉を食べたら良くないっていう話したのに、そういやいつもなんかラーメン食べてますよね。ダメじゃないですか。え、わざとメタン臭を、そしてまたあれですか、電車でやらかすんですか。いや電車じゃなくってエレベーターでしたっけ。私ああいう二郎系っていうんですかね、一回しか食べたことなくって、もう一回食べればいいやってその時は思ったんですけど、なんかあれもう一回食べたくなりますよね。あ、来た。ちょうど影。やめとくか。無理することはない。最近2人してラーメンハマってるんですよ。え、なんか食べに行ってましたね。あれは全部二郎なんですか。お店のこととかお店の情報とかないから分かんなかったですけど、なんかドトールで紅茶を、ドトールでしたっけ、なんか紅茶を飲むとか言いながらラーメンすすってるなって思いながら見てました。これ来そう、これ来そう。いいね、その辺で止まってください。いいね、よい、OK。 上になんかある。あー、はいはい、あ、間違えた。これはヒアで倒すんです。ほい、これもしかしてあれかな。下にいるときにヒアで、あれヒアで壊せば、あの下にいる人が潰れちゃうみたいな、そういうやつだったのかな。もったいないことした。以前ラジオで話したんですけど、知らん職人に兵ぶっけ、え、知らん職人に、え、何の話、え、何の話、ラジオ言ってましたっけ。それはちょっと記憶にあるようなないような。兵をぶっかけられてってどういうシチュエーションでそんなになったんですか。怒らせるようなことをしたんですか。怒ったからって包皮はちょっと人間としてどうかと思いますけどね。来るかな。ちょうど影、うい、ナイス、いいでしょう。あと2人はいますね。いた。話し合ってるからあと3人いるか。あの人やりたいね。ちょっと見えない。お、あの人影に隠れてステルスキルもできたかもしんないな。いや、道具箱開けて道具探すのにかがんでた。え、それ仕事仲間じゃないんですか。知らない、道具箱を漁ってたら知らない職人が目の前にいるっていうのも不思議な話ですけども、そういうやつなんですかね。おっと、いるな。あ、結構いる、まだ3人はいる。あっちからやるか。あの遠く離れてる人、ちょっと向こう側回って。ヘをするのに TP を考えずにするの本当良くない。いや、メーテルマオさん、え、人のこと言えるかしら。結構なんかメタンマンぶりを発揮してるエピソードたくさん聞いたような気がしますけど。うっそ、外すか。ほい、うん、これあれ
かな。本当はもうちょっと近づいて矢で倒すんじゃなくってステルスキルで倒した方が良かったかな。まだいけるはず。どうだ、こんなとこ誰もいねえよ。あと2人、これ見つからない？うん、え？いや、え？じゃなくってなんかエレベーターの中でやらかしたとか。おっとっと、お、水の中だって言われた。え、見つかった？ちょっと2人、まだ3人いますね。満員の中央線ですね。とんでもね、テロリスト、ただのテロリストだ。満員の中央線ってひどいですね。それは死人が出てもおかしくないレベルですよ。お前朝っぱらから何やってんだって取っ組み合いが始まる。あの人、ちょっと試しにあの人裏から回って、裏から回ってちょっとステルスキルを近づいてキルを試してみようかなって。じゃこの辺死体なかったっけ。あー、なんかこの辺で倒したはずの死体消えてるな。じゃあの人をこれいけるかな。これでこの辺でこっそりこう近づけば、ほらいけた。はい、ナイス。キラーステルスピッケル、そこまでしてピッケルで倒す必要あるの。いや、見つかりませんでした。大丈夫です。これキャンプか、キャンプ、あ、キャンプ使えない。くしゃみ出そう。ちょっと待ってください。出なかった。ポン。嵐の先守たちよ、今日我々は大いなる変化の賭博地に立っている。賭博地、我らが国土を目指し今まさに迫りつつある敵艦隊が愛すべき邪馬台国への最後の侵略者となるだろう。我らが偉大なる太陽の女王のお怒りが大いなる嵐を呼び起こし、我らはその風に乗り敵を滅ぼすのだ。しかしこの戦いの後も我々は進撃をやめぬ。我らが女王の光が太陽を越え大陸に届くとき、新時代の幕が上がる。邪馬台国の民は女王の慈愛を受け、我らにあだなす者たちは怒りの豪華に焼かれるだろう。なかなか声優さん頑張ってるな。将軍の将軍の文書、征服者。大きな戦いを前に将軍が行った演説の記録、よく残ってますね。邪馬台国の時代でしょ。邪馬台国が他の国、他国の征服に乗り出したのなら何が原因で頓挫したのかしら。うん、はいはいはい。くしゃみのためにマイク切ってるの？はい、そうですよ。なるべく余計な雑音は入れないようにしてますんで。うん。なんかね、日本というと神風っていうイメージ多分外人持ちがちなんですよね。それと邪馬台国を無理やり合わせてる感ありますよね。邪馬台国の時代そんなことなかったでしょ、きっと。というね、日本人ならではのツッコミを入れつつ、ん？向こうなんか、あ、進行方向かな、あれ。これは、見つかりそう。
大丈夫だった。あれなんでしょうね。これも倒せるな。どうだろう。ここ見つからない。結構向こうの人がこっちまで来ちゃうから、なるべく離れたところで倒したいですね。この木が気になる。この木なんだろう。でも今下手なことをすると見つかって大騒ぎになっちゃうから、このおじさんがなるべく左の方に移動したところで倒す。すごい、俺ゲップもくしゃみは切ったことない。とんでもねえ人ですね。炎上しますよ。それはスイッチ押すだけじゃないですか。スイッチ押すだけなんですから、それぐらいの配慮はしてほしい。え、だからおならも止められないんですね。よくないですよ。それは人としておっさん味が増している。よくない。この人ここまでしか来ないんですかね。なんかそんな感じだな。しかもちょうどこの木が邪魔になる。あ、ほい、よしよし。でラスト、あいつか。よいしょ、ん、よいしょ。これこの草むら隠れてて大丈夫？見つかんない。デスストだったら見つからないんですけど、いけるかな。いけるね。ほい、ナイスー。よしで、おっさんから剥いで、こっちのおっさんからも剥いで、でサルベージも剥いで、だっておっさんだもんな。アイドルどこ行ったんですか。ん、浜辺にじゃない、付近にシークレットトゥーム、これのことですね。あー、なんかお墓があるらしいので行ってみましょう。ダメですよ、そういうね、あのちょっとしたことをもういいやっていうふうに考え出すと、人間どんどんと堕落していきますんで、あのその辺の子供に見られても恥ずかしくない生き方をしてください。お願いします。最近ね、あの大人がちゃんとした見本を取らなければならないと思うわけですよ。なんだこれ、嵐の先森の聖域。ん？ん？キャンプ。スキルが上がって、いや上がってスキルが取れますが、何取ろうとしてたっけな。弾薬、あーとか前これ取ったんですよね。アイテムを見つけ出します。インタラクトした時に、インタラクトじゃない、インスティンクトした時に、壁の向こうでも見えるっていうやつで、その次が欲しいんですけど、これは当分先だから、弾薬数を増やします。増やしてもいいかな。あと6かかってるし、これも6かかってるし、じゃあ弾薬増やしましょうか。これね、ヘビーリフター最大限に増加します。習得、まあ、言うてそんなに使うことないんですけどね、割ともったいないがちなので節約しております。これで、うん？まだ変な像がありますね。頭がないか、いやあるか、見えない。多分これを壊すんでしょうね。壊すのかな。弓矢。どうすんのかな。火をつけるわけではない。どうすんのかな。
これを点火、はい、まあ、普通に開いてくれればいいんですけど、あーなんかこれ爆発させるっぽ。アイドルとか今更ちゃんとやってももう誰も振り向いてくれない。そうですね、これまでの行いが、これまでの行いが良くなかったかもしれない。お？ん？これに火をつける、まず。はい、いやでもそうやって諦めては良くないのでは。新たな視聴者がもしかしたら来るかもしれないじゃないですか。その時にこの人はただのおっさんじゃんって思われないように、ちょっと今からね気持ちを切り替えるのもいいんじゃないかと思うんですけどね。うん？なんだろう、違うのかしら、これか。あ、これだ。普通に火矢をかければこうよ。うんうん、考えすぎでしたね。これ関係なかったのじゃ。うん？既婚アイドルってどうなんだろう。別にいるじゃないですか。いや、いますよね。いませんで。お、ちょっと待って待って待って、ガス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 。そうか。ほい。いそっけ、いそっけ。え、どこ行くの？こっち？暗すぎて見えませんが。やるじゃん。俺の成果がさ、確かにメタンガス充満してますからね。これはメタンマンの仕業。かなりの爆発でしたけど、これぐらい爆発させるってすごいっすよ。すごいっすよ。もう言葉が出てこない。え、どこ行けばいいのこれ。あんまり、あ、こっち？いや違うな。ガン死ぬ。時間制限あるんですね。何していいか分かんないっていう。ん？登る、つける、こっちか、もしかして。こうか。オッケーオッケー。で？もう一個あそこにランタンがある、ランタンっていうかあるんですよね。火をつけられる松明置き場。つくですか？あ、ついた。いつもあんな感じで、いつもあんな感じで出ますよって、それおならがってことですか。目に見えるぐらい出てるんだったら、それはちょっともう病院に行った方がいいレベルでは。腸内環境良くなったっていう話をしてたのに、また悪化したんですか。あ、これじゃない。これ。違うね。え、これをどう動かせば。仏像の顔が見えるようになりましたが、まあ、だからといってどうなんよっていう話。これは関係ないか。なんて、それおならの出方として間違ってると思うんですけどね。ちょっと一回上がろう。ここで何？なんかあんの？あ、上にある。え、で？で？引っ張る？引っ張れない。
あ、間違えた。え、なんかある？あ、ここ上か。はいはい。おうおうおう、そういうことね。この灯籠、この食材はじゃあ特に意味なかったわけですか？単純に火をつける明かり取りのためだけ？動かす必要なかったってこと？うん。わい。それに火をつけたらずっと爆発し続けるやつじゃ。いや、そうではなかったようですね。ギリギリ来てません。それだったら罪でしょう。さすがにそんな罪を、さすがにそんな罪になるような作り方はしないでしょう。極悪すぎる。っていうかこれ何ん、あ、こういう時は、ほい、あー、なるほどね。最初からこれ出せばよかったんじゃん。下の灯籠あるんですけど、あれつけてないな。つけてないけど、まあいいでしょう。これは向こうの岩に飛びつくんですけど、その前に、え、ここでは弓は構えられない。戻ろう。その前に、あそこに、この辺？ヒーヤに変えて、バーンして、ほいほい。思ったよりバーンしなかったね。で、ここでジャンプ、飛びつく。暗いから何やってるか分かんないですけど。で、ここに食材がある。いいね。で、あ、到着です。ふう。でも、これで手に入るのって、何でしたっけ？なんか盗んできましたけど、経験値か。嵐の先森の聖域クリア。うん、かな。ちょっとしたパズル的なやつですね。いろいろ中に入ってんですけども、他はガラクタですか？で、これが卑弥呼の、卑弥呼らしいですよ。なんで手形もあんのかな。とね、日本人には理解しがたいやつですけれども。ういーういーですよ。千手観音っぽいのもあるし、違ったな。はい、じゃあここはクリアなので、次、先に進ん、ここどうすればいいのかな。おお、降りたいな、降りたいな。痛い、結構痛かった。キャンプ、さっきのでスキルをもらったので取りましょう。スキルをもらったんじゃない、レベルが上がったのでスキルを取りましょう。あと2つ取ればいい。おい、これか。うん、あと残されてるのって、この弾薬数が増加するやつと、あと体力増加だけですよね。あと全部ロックかかってる。体力は別に増やさなくてもいいんですけどね。まあ、ひとまずじゃあこの、死体から回収できる弾薬が増えるというのを習得しておきます。うん、オッケー。お、スペシャリストアンロックされた。あれ？そうなん？あ、そうなの。よかった。ありがとうございます。うんうん。うん。じゃあ次からは、この上位のスキルを取っていく感じ。スタン状態の敵をショットガンで始末すると、より多くの経験値を。お、いいじゃん。いいじゃん。こういうの欲しいね。よし。時代がめちゃくちゃ、まあその辺はあの外人が作った外人が作った作品なんで、その辺はあのお許しください。こういうおかしなところを楽しむのもね、
これは戦術観音か。まあ、邪馬台国もあったけど江戸時代もあったよみたいな、そういうね、ちょっと無茶苦茶な、無茶苦茶ではないか、そういう流れなんですよきっと。ん、こっちでいいんですよね。マップ情報が更新されました。特にこう、ああこの辺か、この辺にいろいろあるよっていうことを教えてくれてますね。どうしよっかな。このゲーム、あのそう、こうアイテムがいろいろあって、さっきもあのキノコを10個見つけろみたいなとかあったじゃないですか。でああいう収集要素的なものがいろいろあるんですが、配信中やるとねちょっとあれなので、あれしか言ってないな、ちょっとあれなので、え、アーチェ進行方か。これが進行方向ね。はいはい。そうで、だからこの辺ちょっと戻ってこの辺集めようとするとちょっと時間食っちゃうから、ね、配信ではこう物語を進めて、おいで、あの裏で配信外でアイテムを集めようかなって思ってたんですけど、このゲーム物語進めちゃうと戻れなくなったりするんですよね。これいけるかな。あの人たちこっち向いてない？見つかんないかな。あ、完全にこっち向いてだよね、だよね。見つかった、見つかった見つかった、見つかった。マジ、あの物陰にいれば隠れられるかなと思ったんですけど全然ダメでしたね。しゃあないな、やるか。は？え？犬？ちょっと待って待って待って、なんで狼までこっち来んの、おかしくないですか。噛まれてんのあんた。あ、やべ、やば、あう、うん、なかなかね難しいでござんすよ。そう、ちょっと先にアイテム集めていいですか。そう、あの戻れなくなっちゃってアイテムコンプリートできなくなっちゃうんですよ。それはねちょっとなんか気持ちが悪いなと思って。こっちかな。そうか、これやん、ん、登れる岩、うまいですね。いや、まあそういうようにできてるんだからうまいもへったくれもないですけど。はあ、ああなるほど。ここに矢を打ってロープかけて、でだから何、ここ登れたりしないですよね。ここに来る、あ向こうになんかある、ここに来る意味あるのと思ったけど、なんかあるっぽいなこれ。ほい、さすがにこの状態で銃を構えることはできないので、あ、ここになんかありますよ。古代中国の探検、多分紀元100年前後のものね。そんなに昔から船が打ち上げられてたなんて。そんな昔から中国人は海に出ていたんですかね。翡翠製の儀式用探検、あんまり翡翠っぽさはない、こんなもんでしたっけ。
失礼しました。でもそんな昔の大事なものがこんな箱に入って打ち捨てられているっていうのは不自然ですよ。そんなことを言い出したらもうどれもこれも不自然なんですけど。かな？あとなんだ？あと南の方にたくさんある。助からない。助か。あ、びっくりした。助からない。どう見ても助からない。どう聞いても助からない。南の方。もうちょっとこっちか。くしゃみならまだしも。ただのお席でございます。そろそろ喉飴が切れかけているので、新しいの買おうかなって思ってて。でマヌカハニーがいいよっていう噂を聞くんですよ。でもマヌカハニーののど飴ってたくさんあって、どれがいいんだ、どれがいいのか、どれがいいのかわからない。あれ、まずこっちか。あー、ここなんかあったな、そういえば。まずこれを引き倒します。引き倒します。力強いね。なるほど。この上登るのは危なくない？重みで落ちるんじゃないですか？おや？何もない。あ、向こうに行けとおっしゃる。ほい。ほい。おい。あはは。これ、あれ？これ？ですよね。他にかけられるとこないですもんね。うん。ジャンプ。え、これはもしかしてあれ、ここで落ちて下のやつに捕まれってこと？こんな器用なことできるんですか？あ、できたわ。さすがララクロフト。ほい、サルベージで、いやー、肝心のジオキャッシュがまだ取れてないんですよ。あれですね。ジオキャッシュ。どうやっていくのかな？さすがに届かないでしょうね。うん。こっちからか？よっ。あれ？よっ。うん。こうか。多分こうですね。ジャンプ。いいですね。本当にいい身体能力をしている。ララクロフトなら大抵なことはできる。本当そう。ララクロフトならどんなとこも飛べるし、どんだけ落ちても死なないし、お腹に穴が開いても大丈夫。いや、でもこういうことをするから、子供たちがお腹に穴が開いても大丈夫って思っちゃうのかもしんない。教育上良くないかもしんない。こいつは18禁だな。で、上かな。上な気がするな。あれ、なんか光ってないですか？あ、ここセンス使えないや。これそうじゃない？ですね。ジオキャッシュ。この滝怪しいけど関係ないか。で、あとこの上に登りたいんですよね。こっちから登るのかしら。あんまり向こうに行くと多分、あ、進行方向ここだからまだ大丈夫か。ちょっとこっち側を見て。こっちかな。あー、ぽいね。はい。おっと。なるほど。先にショットガンで崩せとおっしゃる。うん。ほい。で、
これさ、あー、はい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 、ジャンプしてこう失敗です。あれ、うまいことジャンプできなかったな。ちょっともう一回、もう一回。いや、でもちょっと今見た感じ、背中になんかある。あれ、アモかな。アモっぽいな。で、あっち進行方向でしょ。これ、ん？あれは、ん？あれなんだ？なんかあるな、なんかあるけど、あっちもなんかあるな。まずこっち行こうか。ほっ、行けない。ここにですね、取り付ける岩があるんですよ。ピッケで飛びつくはずなんですけど、なんと、なんかタイミングが悪いのか、うまくいきませんね。こういうことになっちゃうから配信中にはあんまりやりたくないんですけどね。もうちょっとこんな感じか。お、行った。オッケーオッケー。ちょっと左寄りに飛べば行けました。で、で、で、ん？あ、あっちか。あっちですね。右手にジャンプ。おい、ナイス。で、ジオキャッシュ。あと一個。あと一個、これ？え、どっから行くのこれ。ああ、多分進行方向かな。この先から行くんでしょうね。何回も何回も繰り返しになっても見てる方はあまり気にしてない。あ、そうなんですか。いやー、そうですか。さすがにもうって思ったりしません？なんかありそうな雰囲気するなあ。まあちょっと、まあちょっといいや。まあちょっといいや。よいしょ。降りる。俺の、あのゲームはまあそういうゲームですから。あの、大体クソゲーっていうのは何回も何回もやるみたいな感じですよね。ジャンプキングしかり。壺王子しかり。ただまあそれはそれがもう何、そうなる前提で見る方も見てますからいいんですけど、ララクロートは割とサクッといった方が気持ちよくないですか。他も、もうないかな。進行方向進んじゃいます。じゃあここでおっさんたちが出てくるんですよね。こんな感じ。こんにちは。どうも、錦さん、こんにちはです。今日は、ちょっと時間があったので、ララクロフトの大冒険やっております。意外と楽しいララクロフトですが、失敗も多いので、その辺は、おおらかな気持ちで見てやってください。よろしくお願いします。あ、そうだ。あと聞きたかったんですけど、錦さんが作ったあのグッズ、名店ママさんのグッズって、錦さんがデザインしたんですか？バイオ RE3 の最高難易度のボス、ラスボスとかひどかった。まあ、メーテルマーさんのあのタイムアタックとかもね、あれももう前提でやるんでしょうけど、RE3 ってどんなんでしたっけ？バイオ3。私、バイオ1を見たことあるのと、バイオ2を自分でクリアしたのとしかないから、3とか4とか分かんないんですよね。クレアとかクリスとか似たような名前の人がいるから、それも分かんなくなっちゃうし。書きました。ああ、錦さんデザインでしたか。いや、素晴らしいです。素晴らしいけど、すごいラインナップすごかったですね。え、こんなにあんのと思ってちょっとびっくりした。あれですか、やっぱり錦さんは
あのグッズで頭の先からつま先まで揃えてるんですかね。すごいな。これで倒すとあの人たち赤いから気づかれちゃうんですよね。だからちょっと一回この辺まで来て、ここじゃダメか、ここじゃダメだな。やっぱさっきの場所になっちゃうな、こうなると。あのおっさんがん ?3 人いますね。さっきおっさんこっち来たのに、もうちょっと近づかないとダメかな。あ、ここちょうど隠れやすい。あれ、来なくなっちゃった。あれも氷山の一角。うっそ。あれでそんなにたくさんあるんですか。へえ。なんか見に行ったら、あのパーカーがすでに3、2割引きとかになってて、ちょっとクスッとしてしまいました。あの、なんで、すでに割引されてんのかなと思って。どうしよう、これ。買いですよ。まあ確かにお安くなってますし、買い時ではありますよね。いや、ただ、ただなんかメタンマンかって思うと、ちょっと電車とか乗るときに白い目で見られそうかなっていうのがあるかな。ジーノさんのグッズあれは頭からつま先なんですそれ私のグッズはないんで、そこはね、あの我慢していただくか、あの我慢してください。グッズ化は当分ないですね。メーテルマーさんの自分で作っておきながら、作ったんですから使ってくださいよ。ワンポイントだったらちょっといいですけど、さすがに頭からつま先はちょっと良くないと思うな、いくら推しのグッズであったとしても。来ないな。どうしよう、この人。さっきはこの辺までね、あの3人目の人が来てくれたんで、ですけど、この状態で倒すと見つかっちゃうからなあ。どうする？あ、一気に倒すか。あの、なんだっけ、前回これだ、これ、あのグレネードランチャーを手に入れたので、それで一気に爆発させて倒すっていう方法がある。大丈夫、二度会わない人たちだから、そんなことないでしょう。特に通勤電車だったらいつものこの人たちってなっちゃうわけじゃないですか。メーテルマーさんきっとあれですよ、あの鉄道会社の方でこの人注意みたいな感じで書かれてますよ。この辺かな。この辺からどうだろう、グレネードランチャーのどんな感じで飛んでいくかちょっとわかんないんですけど、いきますよ。ぽい。全然届いてないじゃん。しかもバレてるし、しかも犬来るし。よし、犬はあっさりやった。あとはこいつらをやる。うきゃ。ヘッドショットしてるのに。オッケー。いないですよ。ちょっと眩しすぎて見えませんね。ちょうどここやりやすいな、位置的に。オッケー。
もうショットガンで斬殺しよう。ああ、そうか、ショットガンで突っ込む。いや、多分その前に私は死ぬ。ララクロット結構ひ弱なんだよ。オッケー。いや、思ったよりも簡単に倒せたな。よかったよかった。農場の俺何やらかしてた。そこまでではないです。いや、それにしたってグレネードもっと飛んでいいでしょう。この距離から撃ってですよ。10メートルぐらいしか飛んでないですよ。こう、あ、いけるじゃん。狙いが悪かったのかな。あー、いや、ギリギリ。いや、ギリギリ、結構ギリギリ。思ったほど飛ばないんですね。はい、では死体から回収です。やったね。ステルスキルもいいけど、敵に気づかれた方がいい気もしてきたんですよね。敵に気づかれると、お、敵が来たぞ、お前ら出会え出会えみたいな感じで敵が増えるから、その分経験値とかアイテムが拾えるみたいな、そんなせっせくましいことを考えてしまいます。再び一人で狼の洞窟を抜けて森を脱出しろ。狼か。この人たち狼しつけてるんですか。じゃあ今の感じだとそうですよね。あ、そうだ、こっち、この家忘れてた。ジャンプ。この家が多分燃えるんで、これかな。ん、違う、これかな。え、燃えるんじゃなくて引っ張るんでしたっけ。よいしょ。はいはい。多分でも蹴り倒した方が早いと思うんですけどね、ドアを。え、通る。あ、嫌ですね。これ以上持てません。はい、サルページ。他にはない。かな。マップ。これか。これ、気になるな。気になるからちょっと戻ります。ほっ、ここかな。ほっ、さっき行こうと思ってちょっと行かなかったとこなんですけど、右手、こ、あ、あった。右じゃないですね。どう見ても左ですね。はい。OK。経験値500か。これは比較的新しい。多分18世紀のものね。黒い漆に金色の鯉がよく生えてる。うん。日本の儀式用探検。儀式用かどうかわかりませんけども。いや、儀式用かな、これは。ああ、18世紀、江戸時代後期ぐらいでしょうか。中期後期みたいな感じ。いや。ん ?18 世紀中期かな。まさかまた目、血がついてる。最近誰かが使ったみたい。儀式用の割と歴史のある、骨董品を使ったんですか。で、使って血をつけたままほったらかしにしてるんです。よくないですね。で、これで、じゃあ、この辺のアイテムは全部ゲットしたので、進みましょう。今、言うてもう18時か。配信時間。言うてまだ1時間か。まあ、もうちょっとやりましょうか、じゃあ。はい、じゃあ次は、狼の洞窟を抜けていけという話ですが、狼ごとぎどうということはないでしょう。ダダダン。ダダダン。相変わらずなんていうか、骨だらけなんですよね、本当に。一体この島にどれだけの人間がっていう。
狼。森にいたのと同じね。ここで飼ってるってことみたいですね。怒ってる怒ってる。あ、これ倒せますね。さっきのことを考えて倒しとこうか。うらい。しかもヘッドショットボーナスがつく。えいえい。こんな動物愛護団体に見つかったら炎上しそうなシーンですが、上にもいる。え、上の狼どうやって出すんでしょうね、これ。ん？おい。OK？ 死体は漁れないかしら、さすがに。無理っぽいですね。できればサルベージも回収したいんですけど。逆にこの牢屋を開けて狼を外に出してから倒した方が良かったかもしれない。で、こっちかな。ほっ、違う。え、もしかしてこれ。なるほど、分かった気がする。こうしてこうよ。ほい、お上手。どんな仕掛けこれ。まあ、わざわざこういう仕掛けを作ったわけじゃないんでしょうけれど、まあ、それにしたってどうなんよと。俺は分かってた。え、そうなんですか。賢いですね。全然気づかなかった。お、これは燃やす。燃やすのはいいですけど、炎症が怖いですよね。この辺ララクロフトは何も考えてないでしょう。ヒミコの、これさっき見たやつですね。ヒミコの像、そしてろうそく。このろうそくどっから持ってきた。無人島なんですから、物資はもっと大事にしてほしい。ろうそくだって貴重品ですよ。それとも自分で作れるのかしら。で、他ないですかね。多分ないでしょう。ほい。すぐ滑る。すぐ落ちる。これがララクロフトよ。進行方向はあっちですけど、道はこっちですね。なんか狼出てきそうな予感がする。ん？なんでもないか。あ、そういえば、全然、おコウモリですね。コウモリって意外と都会でも飛んでますよね。最近は冬だから飛んでないかもしれないですけど、夏ぐらいになると結構パタパタしてるのを見かけますよ。降りられそうですけど、降りると帰ってこられないでしょうから、一回反対側に行こうか。さっきのコウモリどっから来たの？ここ？ああ、上に隙間がある。この辺通ってきたんですかね。うん。コウモリが出て行ったってことは、この辺出口じゃないんですか？ほーらね。スラム街に戻ってきたようです。こんなとこあったっけ？おう。
特になし。あれ、自由キャッシュ取り忘れてますね。ちょっと一回戻ろう。すいませんね、すいませんあと1個でコンプリートなんですよ。ちょっとこれ取らせてください。センスしたら光るはずなんですけど、壁の向こうのアイテムを見ることができるって言ってましたよね。どこだ、まだ先、この先の広間。この先の広間ってじゃあ、あの坂道登っていくの？登れるこれ。ですよね。はい、取りこぼし。はい、取れません。くそ、許せねえ。こういうの許せない。この戻れなくなるっていうの、ほんと多いんですよね。このララクロフトじゃない、トゥームレイダー。困る。だから本当だったらショットガンとか、サブマシンガンとかもパーツを集めて強化できるっぽいんですよ。強化できるんですよ。でそのためのパーツ集めもしなきゃいけないんですけど、後ろに戻れないもんですからパーツを取りこぼしてるんじゃないかと思ってすごく不安になる。どうすんのこれ。あ、こっちか。うん。ララ。あ？アレックス。誰アレックスって。今海岸に着いた。誰アレックス。両替はすっかり壊れてる。ちゃんとした工具がないと修理できなそうだ。君の助けが欲しい。おいおい、人に頼ってばっかりだな。それまで頑張って。ララも気をつけて。いや、ララクロートが行ったところで魚雷艇直せないでしょ。おお、なんか動いてる。風車かな。誰？アレックスです。わかんないけど、逃げ出した仲間の、前回助けた、お仲間の一人だと思います。本当に、このゲーム始まってすぐに船が難破したもんですから、誰が誰かとか全然わかんない状態でも、いきなり一人ぽっちですからね。助けたはいいけど、そのアレックスの自己紹介とか掘り下げも全然なかったもんですから、分かっているのは前回死んだロスと、あとあれ誰だっけ、身代わりになって谷底に落ちていったじいさん、名前忘れた。ララクロードなら何でも直せるそうかララクロードすごいな。まあピッケル一つで何でもする人ですからね。魚雷艇もこのピッケルでやるかもしんない。仲間たちはどうやって逃げ見てるのかわからん。まあ確かに。うん。まあ道は違う道を通ってますからね。まあそこは実は安全、比較的安全なルートで、お散歩気分で海岸まで行けるっていう道だったんでしょう。サム。あのサムじゃないですよ。こっちのサムは、女の子のサムです。サマンサだったかな。多分これでしょうね。よいしょ。これ見つかったら蜂の巣ですけど大丈夫かな。でもスラム街っていうぐらいだから、ここにあいつら住んでんの。結構大きいし、それなりに人間いるのかな。よいしょ。なんかありますね、あっち。クリフォードってあいつですよね、パパですよね。違いますよ、もちろん。ひとまず燃やすか。それはいいけど、どうやって行くのかな。これは
落ちるでしょう。こっちかな、やっぱり。ほっ、危なかった。え、今荷物が落ちたのはこの辺じゃない。え、違うな。ジオキャッシュあるし。あれ、ここにキャンプある。ちょっとこれ拡大率固定だから見づらいんですよね。いや、たくさん取りこぼしあるな。嫌だな。嫌だし、これもうこれ帰れないでしょ。現在地輸送用ゴンドラ、そうよね。あ、向こうでもう一回 U ターンして帰ってくればいいんですけど。ララ、聞こえる？来てくれるんでしょ。今向かってる。これ誰？聞いて。アサムだった。どうしたの？この島から脱出できないのには理由がある。そうなんです。原因はあの寺院の中にある。それは分かりません。うん、このことはみんなには黙っておいて。船の修理は手伝うけど。なんで黙っておいて。治ったら内陸へ向かう。内緒。本気なの？内緒の話だったら別に言わなくていいじゃん。気をつけてね。まあここはあの卑弥呼の呪いかなんかで出られなくなってるっていう感じだと思うんですよね。で、それをこの出られない状況をなんとかするためには儀式をやって生贄をするみたいなことが必要だと、あの人は、ファザーマサイアスは考えているようです。で、その儀式に必要な女っていうのがサムだと。多分日系人だから。なんか止まっちゃいましたね。なんかかっこいいな、あれ。船進行方向あっち。なんかあれ船じゃない？船持ち上げてんの？すごくない？いくらあんな残骸のようになったとはいえ、あんなの持ち上げられる？普通。ああ、これここか。オッケーオッケー。ジャンプ。止まったのには、違うですね。なんか見つかったから止まっ、見つかったからゴンドラ止めてあの女をやれみたいな流れになったのかなと思ったけど、そういうわけでもないみたいですね。よくわかんない。どう行けばいいんだ。多分進行方向向こうでしたよね。上か？上だ。よいしょ。やだな、高いとこ嫌いなんですよね。お？まだ何か起きそうじゃないですか。ですよね。追っ手が来ているはずなのに。しかもよくよく考えれば、狼の洞窟とか言ってた割には狼って檻に入っていただけですよね。あれでいいのかしら。あ、よいしょ。あ、見つかっとるやんけ。あ、外してる。センスセンスして。いいね。この人頭に。頭にヘルメットしてるから一発のヘッドショットじゃ倒せないんですよね。外してる。ほい。ほい。それにしても下手ですね、君が。モロドでおびき出せ。あ、どうっす。あ、早かった。
ちょっとこっち来ないで、その火薬はこっち来ないで、向こうに行ってほしい。これ全員倒せばいいんですよね、きっと。なんかギミックがあるとかで、あ、ちょっと君そこっち来ないでほしい。全員倒せばいいんですよね、これ。なんか次々と来るけど。え、うまいね。あ、またお前か。やっぱりな。ちょっと待って、あんだけ倒したんだから、死体を探らせてほしい。死体を、いった。ララクロフトもサムバリに。お、え、大丈夫これ。なんか笑われてますけど。笑われてますけど、これ向こうかな。おお、え、これはなんだ、これはなんだ、上か。おい、ガトリング野郎がやったらトリガーハッピーしてますけど。おおおお、よいしょ。おお、ララクロフトならあさりしまい。何でもやってのけますか。うわ、嘘、この船ごと落とすつもり。それは、ま、あ、それは痛い。背中打ちつけるのって絶対痛いと思うんですよね。息できなくなりますよ。でもララクロフトだから、不死身のララクロフトだから大丈夫。おっと、なんだ、うまいこと やるね。シフトで降りる。え、何？ここ降りろって？え、ここ降りろって？これはショットガンで撃つ。おい、あ、失敗した。今ちょっと気持ちが入りすぎて勝手にシフトボタンを押しました。シフトで降りる。止まったら降りる。え、嘘。あ、ちょっと早かった今。シフトで降りる。ここ止まったらじゃなくって、いい感じのところ。え、どれくらい。え、ちょっと、なんで届かないかな。シフトで降りる。前ボタン押してないとダメかしら。ちょっと待て、え、なんで、さっきはなんでうまくいったのかな。ん、早すぎるのかな。ちょっと見送ろうか。いや、でも進んでないですよね、シフト。意味がわからん。シフト長押しか。このタイミングでシフト長押し違うな。え、またレバー入れがいるの。さっきなんでうまくいったんだ。ジャンプか。ジャンプ違うな。ジャンプではない、やっぱりシフト。シフト、え、ちょっと待ってね、なんで。いや、結構降りる。ここよ、ここでどうするの。前ボタン押しながらシフト。届かない。いや、これ自分でね、自分で操作ができない分余計クソゲーですよ。
ララクロフトね、トゥームレイダー結構クソゲーなとこあるんですよね。え、何室でばいいんだ、シフトじゃないの。シフトで降りるけど、右を押しながらシフト。違う、今押すのは左です。ん、 ただシフト押せばいいんじゃないの。右を押しながらシフト、違う、え、やっぱり前を押しながらじゃないの。トゥームレイヤーのクソゲーな部分、本当ですよ。よくわからない操作をね、要求してくるんですよね。微妙に細かい操作を。これ止まってしまってからで遅いのかな。え、いや、でもさっきも結構遅かったですよね。ちょっと早めに入浴しようか。この辺ちょっと待って、え、マジわかんないんですけど、なんでジャンプじゃない。だって普通にここではシフトをポッと押すだけで降りられるんですね。え、何、下なわけないでしょ。やっぱ前かな。前入れでシフト。なんで届かないの？ん？いや、本当にクソゲーです。ああ、早かったか？ギリギリまで粘りますか、これで。でも全然動いてる様子ないんですよね。さすがにこれ放っておいたら落ちちゃいますよね。なんだろう、え、降りた後に操作が必要か。ここで降りるときは、降りたらもう勝手にこうなるんですけど、ここで降りたときにスペースとかじゃない。ん？じゃあ飛びつくか？降りて、いやでもキー入力受け付けてないですよね。わかんない。遅いのかしら、遅いんですかね。いやー、スピードが足りないか距離が足りないか。いや、なんで、え、わかんない、全然わからん。シフトで降りるしかないですよね、ここ。降りたら勝手にこうよ。そうよ。え、向き的な問題？全然わかんない。なんかできることある他に。うわ、ダメだ。あんま飛んでる感がないんですよね。距離が足りてないのかな。あ、ダメだ、やっぱダメ。カズシさん、こんばんは。はじめましてですよね。どうも、ジンノと申します。今、トゥームレイダーやってんですけど、非常に困った状態になっております。よりによってこんな時に来てしまうなんて、ご愁傷様ですとしか言いようがない。今、イベントで逃げるときなんですけど、操作がわかんなくってずっと死にまくってます。シフトで降りるじゃないの？
キーボードですか。そう、キーボードです。これシフトで降りるって言われるから、まあシフトで降りるんですけど、最初はいいんですよね。だから2回目降りようとすると距離が足りないっていうね。一番最初にやった時は普通に行けたんですよね。で、別のところで失敗してリスタートってなってリスタートしてるんですけど、そうするとなぜかここがうまくいかない。え、なんで届かないのか。やっぱりバグ。そうですね、前もバグありましたからね。これちょっと一回チェックポイントから再開しますか。そう、前もここじゃん、ね、ここじゃん、チェックポイント。マジっすか。シフトでしょ。わかんない。シフトで降りていいキーはかなー。でもこの時はいいキー必要ないじゃないですか。一応連打してるんですけど反応なさそうですし、そもそもいいキーを押せ、うちはキーボード違うんで、E じゃなくてピリオドなんですけど、そもそも押せっていう風に言われてないから。これ向き関係ある？いや、さすがにないか。シフト、いや無理よね。他になんかある？下キーを押しながらとか、さすがにそれはないと思うんですけどね。そうね。いや、どうしよう。これはちょっとさすがにこれは配信に耐えられない。やめるか。なんか怪しいな。いろいろ怪しい。ちょっとじゃあパッドでやってみますか。普段キーボードなんですけど、ちょっとパッドに付け替えてサポートに連絡しましょう。サポート、ここスクエニでしょ、スクエニでしょ。やだな、スクエニは。 B ってどれ。これか。で、ここで B。 まあそうなるな。他に何かある？ここでなるべく早めに入力する。届かない。早すぎたかな。ほう。いや届かんでしょ、どう見たって。なんで？いや、他になんか、なんかちょっとでも移動できるな。お、綱から離れた時にちょっとだけ体が動くんですよね。こんな感じで。これがやっぱり肝なのかしら。こう、ちょっと早いかしら。センス関係ないですよね。お、一回ここに来てこう。やっぱ前入れ？レバー前入れ？これは普通にいける。レバーを前に入れつつ届かない。はい、せっかく来ていただいたところ申し訳ないんですけど、さすがにこれを何度も繰り返すのはちょっと精神的に、私の精神的におかしくない。スティック前入れ、そうやってはいるんですよ。やってますけどあんまり変わりないんですよね。スティック前じゃなくて右とか左とかにするとちょっとだけ変わるんですけど、体の向きが、それでも届かないんですよね。ほら、こんな感じ。
あーきっとバグでしょうね。なんかそんな気がしてきたな。リスタートでチェック、ちょっと一回チェックポイントじゃなくてメインメニューに戻るか。で、で続きからにして、どっからなりますかね。また落ちるとこだったらやだな。もう、あ、これちょっと待って、積んだかもしれない。積んだかもしれない。ここ届かないよ。ララクロストなら絶対掴んでる。そう、絶対掴んでるでしょ。お前はララクロストじゃなかったのか。え、タイミングあるんですかこれ。何のそっけもヒントもないですけど、実は押さなきゃならないタイミングがあるんですかね。さっき自分が最初にやったとき、自分がどのタイミングでやったかって覚えてないんですよね。いつまでも止まってられるのかなこれ。ここでレバー入れの前とい。もう届かないじゃん。え、なんかやってないとダメなの他にも。ゲーム終了してメニューからやり直したな。そう思ったでしょう。私もそう思ったんですよ。え、ここでじゃあ A ボタン違う。降りるときは、そう、届いてればこうやって勝手に行くはずですからね。それに、あー、いや、どうかな。こうして、いや、ダメだ。はい、やっぱりダメです。はい、申し訳ございませんが、どうしよう。もう、ララクロストの冒険、ちょっと詰んだかもしんない。土曜日に続きをできるかどうか、分からなくなりました。タイミングよく罰かな。そうでしょうかね。タイミングらしいタイミング分かんないですけどね。この時はいつでもいいんですけど、ここでタイミングってどう、何がジャストのタイミングなのか分かんないですよね。まあちょっと配信でやるにはさすがにあれなので、この後心が折れない程度にちょっとやってはみますけど、どうかなって思います。ね、難しいですよね。難しいとか難しくないとか以前の問題か、まあ、もしくはこのゲーム結構不親切なところあるから、ちょっと他の人のプレイを見てどんな感じでやってるのか見て、それで確かめてかな。セーブデータでキャンプからに戻れないかな。続きからでここでしたけど、戻れるんですかね。ちょっとまあその辺もいろいろ試してみますということで、せっかく来ていただいたところで、来ていただいた瞬間でこんなんで申し訳ないんですけど、今日の配信は、違うな。トゥームレイダーの配信はこれで終わりにしたいと思います。で、今夜22時からコラボで、コアキーパーやりますので、もしよっぽどお暇だったらまた見に来てもらえると嬉しいです。お疲れ様です。どうもありがとうございました。なんかいい感じだったのに、まさかこんな終わり方をするとは思いませんでした。申し訳ね。はい。ということで、お相手は二足三毛ソフトウェアゲーミング部門所属陣野でした。どうもありがとうございました。ごきげんよう。